い、どうも、アクアボシせよ、アクアボシ、おしおし、すべはいよ。今回は二郎系ではないんですが、違いますね。昨年ちょっとお邪魔させていただきました、うん、元同期のお店、雷さんです。なるほど、雷です。はい、で、まあ、ちょっとお店の情報からいきますと、うん、東武練馬駅、これ東武東上線ですね、うん、徒歩4分です。練馬と書いてありますが、うん、あ、練馬区か、練馬ですね。いらっしゃいました、練馬区です。はい、我は雷の方、神なりの方ね、で今回なんとね、超高級食材のホロホロ鶏というのを使ってるということで、ホロホロ、うん、これちょっと食べてみてくれということで、うん、また行っちゃったんですけども、うん、まあ、このホロホロ鶏というのは一体何なのか分かんないですよね、うん、ね、なのでそれは後ほどちょっとだけ紹介させていただきますので、なるほど、まずはこちらの食券からね、うん、ちょっと見ていくと、うん、まあ、鶏塩醤油白金豚などなどありまして、うん、前回行った時は一番上のですね、うん、鶏の塩ラーメンにトッピングをいっぱい入れて頼まさせていただいたんですが、ひとまず今回は、うん、こちらのですね、まあ、ホロホロのホロホロ、塩です。塩、これの下にあるやつ醤油なんだけど、どっちも選べるんですが、やっぱりちょっとね、塩の方を食べてみたいということで、着1、こちらです。あら、限定ホロホロ商品、なんと、1450円ということでね、なかなか攻めた。はい、これはもう高級ラーメンでしょう、はい、うん、そうです ね2杯分、まあ、いけるでしょうね、場所によっては。だからこれね、塩だれ以外ね、うん、余計な調味料、だし全然加えてないんですよ。鶏の美味しさだけで出したスープということでね、いやこれは火加減湯加減いろいろ調整してますよ、うん、ね。でホロホロ状態ってもともと生地の仲間らしくですね、生育が難しいらしいんですね。なので手間かかるんで高級食材ってなるらしいです。なるほどね。はい、というわけで今回はその素材をすごく食べたいので、うんうん、トッピングはデフォルトのままで、ほう、まあ、高級食材ですからね。そうです、そのままを味わってみたいと思います。ということで、あ、着丼ですね。綺麗な店内なんですね、イエーイということでやっておりますが、いただきます。はい、うわ、あ、スープからいっちゃいましょう。これね、これ見てください、このポタージュみたいに綺麗ですね。綺麗なね、スープなんですね。泳げる、泳げる、あ、泳げると、タイタンの海でね、泳げるスープということで一口いっちゃいますが、これがですね、激うまです。あらま、マジですごいですよ。一般的な、まあね、チキンを使った鶏白湯スープあると思うんですが、4倍は濃縮させてると思いますね。すごいパワーのある。あ、見た目ではちょっと分かんない、ね、分かんないでしょ、うん、意外とすごいんですよ。あ、出た。でこのホロホロ肉はですね、2枚入ってまして、食感としては弾力があってね、なんか馬肉とか鴨とか、なんかワイルドな、なるほどね、噛み応えでございますね。生地だからそうなのか。まあそう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 、なんかね、味とかよりは食感楽しむ肉だなと思いました、はい。で、麺ですが、やっぱりね、ちょっとこのスープに対してちょうどいい麺にするために大盛りにしてないです、今回は。あ、なるほど、ね、通常盛りでいただいて。そういう気遣いできるようになったんですねいや、まあね、全面にね、素材を生かしていきたい、配信なんで、細麺使用してましてね、スープが麺に絡んでくる量がすごいです。あ、なので、ね、パワー麺になりますね、はい、スープが強いから。スープ強い。一方でね、ちょっと細いのが違うぞと思った方は、なんとですね、麺の太さ、これをね、別の麺のメニューと変えることもできるらしいです。はい、常連さんはよくやるらしいですけども、まずはデフォルトで、まあ、楽しんでほしいですね、はい。あ、ここで出ました、クラフトペッパーね。だがこのスープを壊さないんですね、このホロホロにかけていくんですね。なるほどね。ホロホロコショウでございます、うん、これがうまいんですね。やっぱ肉肉しいね、ものには合いますから。獣には胡椒だよねということでね、はい、でね、胡椒でね、白湯の変化も変化もたらしても美味しいんですが、めったに味わえないんで、最後までそのままいってもいいんじゃないかと。あらですね。あ、ということでね、いや、ね、いや、まあね、いや食べたいかもしんないですけど、それはまあ後日ね。後日か、はい、食べたいなーということで着丼です。いや、マジで、マジで、はい、いや、もう2杯行きました。言ってくれれば言ってたよ。え、わかんないけど。本当ですか。いや、でもね、私が食べたかったんだけど。2杯目突入。へい、これ初ですね。いや、2杯量抑えてるから大丈夫かなと思ったら、抑えてるんですね。いや、抑えてないのよ、結果。まあ、ハッキントンのバラ肉チャーシュー、またハッキントンってのはよくわかんないですよね。あ、まあ、確かにね、プラチナムポークとも呼ばれる黒豚の逆豚ですが、あ、違います、こちらですね。岩手県で生産しているブランド豚、ヨークシャー豚とかいろんな豚を掛け合わせた、
豚の脂に旨味が凝縮されてるらしいですね。はい、前はねこの八景島の塩をいただいたんで、うん、まあ、今回は醤油でね行ってみたかったということで、一応これで全メニュー制覇です。うわすごいということで、ね、あれなんか当たり前のように進んでるけど行きますよ。醤油もね岩手県産、笹長醸造株式会社さんの、不思議だな、魔界村みたいだな。魔界村1周クリアしたと思ったら2周目途中で2周目でねラスボス倒せるゲームですね、うん、うまそうな、まろやか醤油でしたね、うん、まろやか醤油。そしていきますよ、八景島白金豚ね、脂身の海苔がいいですねこれね。あ、一気に溢れてくるんですね、噛み締めると。やっぱうん、この作ってる会社さんは、うん、脂を楽しんでほしいから、うん、決して網焼きとかで焼かないでくださいみたいな、うん、網で焼き落ちちゃうから、そう、だからそれを全部いただけるラーメンっていうのはいい選択ですよ、ね、なるほどね、油を逃さないと。確かに、はい、ということで、麺は春よ来いという、うん、国産小麦、こちらこれ塩ラーメンの方も春よ来いですね、うん、やや縮れている、まあ、高水麺ということでね、うんうん、ちょっとね喜多方ラーメンみたいな、はあ、ちょっとみずみずしい、うん、食感が楽しめる麺なんじゃないかなということを感じましたね、うん、醤油ラーメンに合います、うん、それから八景島からね、うん、これ出てきた油が表面に浮くんですよ、うん、そうすると醤油と豚のねこのマッチングがすごいということで、うん、はい、やっぱ油を存分に楽しめるってことですね。楽しめますねこれね、塩気とこってりさ同時に楽しめます、うん、はい、でここに胡椒を投入、うん、まあ、最初の方上品なラーメンなんだけど、うん、胡椒を入れることによりね、うん、ちょっとパワータイプへシフトしていくぞという、はいはい、ラーメンですが私は3分で完食いやマジで、はい、やっぱ大盛りにはしてないんでね、すごいなあんたあらら、おっとっとマルチ完食、4は嘘だろ2杯ですけども、うん、ということで、2杯の平均を出してます今回。あ、そうなの、もしかすると83.25、うん、無事な、まあ、でもね肉が強いんで、あ、なるほど、ね、意外と満腹感得られるんですよ、まあ、いや2杯食ったからでしょ、2杯食ったから満腹感あるんですよ。まあ、僕としては味見程度だったんですけども、ね、何かだいやー神のりさんまさに神でしたよ本当に、やっぱね食材にこだわってるんでね、はい、神のりさんは、うん、ぜひその一つ一つの食材をこれはこれであるあるだなと思いながら楽しめるから、あるあるだな、あ、違う、あれはあるであれもあるだなっていうのを楽しみながらね、あれはあれであれはあれだなっていうのを楽しみながら、何回聞いても分かんねえ何回聞いても分かんなかった思いながら食べると美味しいですよというね、実際に思いを反省させながら、反省ながら、そうですね、はい、まあ、ということでね、はい、トークネルメントは雷さんということで、よろしくお願いします、はい、ごちそうです、ありがとうございます。Thank you.